奈良基地全景奈良基地祭開催時奈良基地とは奈良県奈良市北家寺町1578に所在し航空自衛隊幹部候補生学校が配置されている航空自衛隊の基地である奈良県内では唯一の自衛隊施設である基地指令は幹部候補生学校長が兼務周囲に菱上古墳、上鍋古墳、小鍋古墳がある1942年に設置された 厚生省西部国民近道訓練所が発祥。1945年の終戦後、米軍 E 基地として接収され1956年に接収が終わると奈良基地となった。航空自衛隊の幹部自衛官を養成する教育機関である航空自衛隊幹部候補生学校が配置されている基地で航空機を運用する航空団や飛行隊などは配備されていない。 よって滑走路も有していないが、連絡機用として、基地グラウンド内に回転翼機が発着するスペースがあり、科学消防車も配備されている。奈良県奈良市三笹町内に無線施設が存在する。基地内には F-1 戦闘機をはじめとする航空自衛隊で使用された航空機が野外展示されている。構成センター横にカスガクラブという名のスナックが営業している。 ありがとうございます。